毎日20時、さぬきうどんのお時間です。ということで、ヤグタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計413店舗目のお店の紹介となります。ということで、今日向かっているのは香川県中田戸郡琴平町にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は琴電琴平駅で450メートル程度離れた位置。周りにはこんぴらうどんとかとらやうどんとかがあるあの辺りなんですが、ということで今日は手打ちうどんてんてこまいさんの方へ向かっていっております。それではてんてこまいさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.43 点、 Google は 3.8 点となっています。営業時間は平日が9時半から15時まで、土日祝は16時までで、定休日は無休です。駐車場は中野うどん学校のを使っても大丈夫です。おすすめは冷やかけです。こんぴら郡表参道の築150年の建物を改修したお店、うどん打ち体験で有名な中野うどん学校の直営店で、参拝するなら駐車料金が必要なんですけど、飲食だけなら無料で泊めれます。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。少し奥にはこんぴらさんへ続く階段、その手前に中野うどん学校があります。それでは入店していきましょう。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。冷やかけのショーお願いします。表から見えるところで20年以上香川で讃岐うどんを打たれた方がうどん伸ばしていました。はい、冷やかけましょう。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。はい、それでは天ぷらも何か取りましょう。お箸でに、天ぷら類はお箸でお取りください。はい、愛媛名物のじゃこが美味しいということなので、じゃこ天かじゃこかつ、どちらかをいただきたいと思います。それでは先にお会計です。お願いします。はい、320円です。はい、後ろにショーがございますので、よかったらご利用ください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、いただきます。ごゆっくりどうぞ。ネギは初めからうどんに乗っています。生姜は後ろの台にあるんですけど、今回はスルーで。お部屋を組んで空いてる席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。入り口のところではお土産うどんが買えたりします。こちらの建物はもともと旅館で、築150年の歴史があります。そして2階ではうどん打ち体験もされているので、この動画の終わりにちょっとその様子を撮影させていただきました。それではいただきます。
麺は麺肌ツルツルなつるしこ系の中細麺、喉越し喉通りが良くてすすりやすい麺です。冷たい麺なんですけど硬すぎず柔らかすぎないコシがあって、角も綺麗に立っててお手本のようなうどんだなって思います。冷やかけだしは器の底が透けて見えるほど澄んでて、いりこの澄んだ味に昆布の旨味もあるすっきりとしただし。冷やかけ自体はレギュラーメニュー表には載ってないんですけど、季節によってはあるのでお店の方にあるかどうか聞いてみてください。それではじゃこカツもいただきます。衣がサックサクで食感がとてもいいです。じゃこのすり身に野菜もたくさん入っていて、肉厚な身も食感がいいんですよね。この動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンの明日の動画で直接口頭で返したいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてください。動画にしてほしいっていうお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄にあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージください。讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画のことをおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。表参道にあって立地もとてもいいので、こんぴらさんに登る前や後に寄ってみてぜひ食べてみてください。そしてこちらの2階でも中野うどん学校さんのうどん打ち体験やってて、今回僕はちょっと見学そして撮影させていただけたのでこの後公開します。ぜひそちらも見ていってください。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。てんてこまいさんのこの階段を上がって2階にうどん学校があるんですか？はい、そうです、あの西館って言います、はい、あの比較的ちっちゃめというかの、ははだから学校の教室があります。個人とかで、はい、参加される方は多分こことかになるんかな。そうですね、学校様もしますけど、これがこちら右にはあります。あ、こっちですね、はい、はい、あ、こっちが西館、はい、はい、でも少ないって言ってももう60人もっと入れたりするんですけど全然少なくなかった、はい、これじゃあ入っていいですか？はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。で、あ、すごい、ここでうどん打ちを教えてくれて、はい、まあそのうどんも自分で食べれる。さあ皆さん、中野うどん学校交流学です。おめでとうございます。はい、元気元気おす、元気元気おす、はいおす、はいおす、はい、小さい子ジャンプしていいよ、ジャンプだね、ジャンプ、そうそうそう、はいおす、おす、おす、おでバック禁止、はい前、はいパワー全体、はい前、前、はい前、はい前、はい前、力を込めて前、1、2、3、戻す、はい、僕頑張ってみて、ちょっとなんか、はい、頑張ってみて。今公開している映像はほんの一部になります。もうちょっと長いバージョンはサブチャンネルうどんタウンの方で公開しますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。私たち大人になったらちょっと優しくなれたら、あんなことを君に言うことも秘密にせるかな。私はまた間違いな政治に種を詰め込んで大嫌いな君に考えに行くよ。